もう一つ行きたいなって思ってるやつあるんだけどさ、うん、行こう、うん、これいいですか、うん、ペンネームスタープライトオンラインさんからいただきました。ありがとうございます。つぐつぐ信長さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。アニメ2話を見ました、うん、よくわからない始まり方でキリトと一緒に現状を把握して物語を進めていく気分になりました、うん、そして視聴者にはなんとなくわかる6年前の出来事が、遊女が言っていることが1話の内容と少し食い違ってるのか気になってきますね、うん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 、とお二人は目が覚めた時に知らない場所にいたらどうしますかって。あー、うん、何この最後の気になったの。これがねめっちゃ気になったの、うん、え、何、どうしたいってあんの、知らない場所にいたら。俺最近あったんだよ。え、最近あったんだよ。俺昔のは知ってるけど最近、うん、最近あったんだよそれ。俺知ってるやつ多分、うん、言ってないかな。うん、何何言っていい。うん、あのね、最近だったんだけど、うん、とあるんやろっていう先のね、うん、なんかあのみんなでなんか飲み会しようみたいな話があって、うんうんうん、自分があの時どこだ、上海から帰ってきたのかな。ああああ、で空港着いて、でそのままあのその流れですぐにその何時から20時からやってますみたいな、うんうん、って言ったからそこに行ったのね、うん、そしたらあのゆうすけいるじゃん、うんうん、そうね、あの小林祐介の方ね、声優の小林祐介の方ね。小林祐介の方。この番組で育てている、うん、あの、遊び人祐介とは一切関係ないから。うん。うん。うん、その祐介とね、でバーって行って、まあ結構その赤崎さんとかいろいろいたんだけど、うん、で、あの、こうバーって行って、こう、じゃあ1位会終わりましたって言って、うん、じゃあ、なんか、あの、時間だったら行くって話をして、うん、で、その時にね、あの、新宿の、ダーツバーに行ったの。はあはあ、で、なんかすっごいなんか盛り上がって、うん、ダーツして、で、なんかなんか、なんて言ったらいいんだろう。あの、コロナっていうビールあるじゃん。あ、あるね。コロナが、うん、あの、なんかすげえ刺さってるやつを頼みまくって、自分記憶飛んだのね。うん、うん。記憶飛んで、うん、次の、日の朝、うん、俺確か12時から現場だったんだけど、うん、10時に目が覚めて、うん、したら見知らぬ天井だったの。おー、シンジ君やん。うん。うん、あれって思って、うん、ん？ここどこ？って思って、右見たのね。うん、右見たら、ユースケが可愛らしいポーズで俺を見てるって。メスの顔をしていたんだね。メスの顔をしてたの。うん、俺その瞬間に、あ？あれ？やっちまった俺って。俺ここ、あ昨日、えなんでここに来た俺みたいなっていうのをユウスケに言ったら、うんうん、いやなんかもうあの義嗣が、うん、あの前後不覚になってたから、うん、うちに連れてきたユウスケ優しいな。そうで俺がなんかもうあの、ま、現場12時であのもう2時間前じゃん。うん。うん。2時間前で、一回家帰んなきゃっていうのと同時に、あの、ゆうすけになんか申し訳なくて、うん、あの、部屋の中、俺初めてそこでゆうすけん家行ったのよ。うんうんうん。そしたらバーって言って、俺、部屋の中見て、帰る前に、いいとこ住んでんな言って、俺帰るって。なんだよ、それ。精一杯のフォローだったんだね、その言葉が。そう、そう。まず、ごめんなさいとかが普通なのに、なんか俺、テンパってるのと、時間がねえのと思って。いや、よかったね、でも、ゆうすけが連れてってくれてね。そう、よかった。正直、記憶失ってんのは最近でもよくあるけど、うん、場所までは珍しいよね。場所久々じゃない？本当に。一応家には帰ってるもんね。一応家には帰ってたんだけどね。うん、多分何かの流れでユースケンチに行く流れになったと思うんだけど、そこ全く覚えてなくて。まあでも記憶はよくなくすよね。最近でも。そう？だってあれ覚えてないでしょ？あの雨の中さ。